のの独自サブスクで宝の持ち腐れにキングニに良しき、クリエイターに愛される楽曲主義を潰す、国内重視路線、2024年1月10日にニューアルバム、ザ・バイブスをリリースするストーンズ。収録されている大ヒットシングル、コッカラを筆頭に、アバレロやクリエイクなど、クオリティの高い楽曲は定評があり。 2月からホームツアーにも期待が高まるが、その後の展開には不安がありそうだ。ストーンズはデビューシングル、イミテーションレインが吉木585枚目シングル、マスカラをキングニューツネタ大器31から提供されている一流アーティスト、クリエイターとの交流が多い。12月16日放送のラジオ番組、 ストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル。日本放送でも、松村北斗28が田中樹28を足1年かけての話になるんですけどね、と切り出し、以前からファンだと公言している。キングニュートキだと、ギターを買いに行ったエピソードを披露している。松村は映画、キリエの歌の劇中で、人生初のギターにギターを趣味にしたいと思ったという。 そこで、4月に東京ドーム公演に時田がゲスト出演した際、ギターを選んでほしいと声をかけたところ、時田がギター店に一緒に行こうと提案。その後、サプライズでギターをプレゼントされたと、恋する乙女のように敬意を語っていた。このようにストーンズがクリエイターに指示されるのは、メンバーの楽曲主義によるところが大きい。20年に、 G 級面を分した際のインタビューでも、松村が、ストーンズは楽曲やサウンド、そして歌唱法にとことんこだわると語り、ジェシー27が、音楽を追求して、人の心を動かせるような存在になりたいと訴えている。歌謡曲、ヒップホップ、EDM など音楽のジャンルを横断しつつ、ストーンズのサウンドとして構成された楽曲は評価が高く、 海外でも勝負できるクオリティに達しているだろう。本人たちも海外を意識した発言を過去にしている。海外進出を果たしても、今の状態では難しいかもしれない。その理由は新会社、スタートエンターテイメント、旧ジャニーズの戦略にある。スタート社は公式サイトで独自の音楽配信サービスを立ち上げることをしているのだ。スポティファイや、 アップルミュージックなどの既存のサブスク配信なら多くの人に楽曲を届けることが可能だが独自サービスでは垣根を超えることは難しいストーンズをよく知らない海外の人が日本のスタートの音楽配信サービスにたどり着くというのだろうかそうなるとストーンズのハイクオリティな楽曲も宝の持ち腐れとなる可能性が高い現段階では 独自の音楽配信サービスがどんな形になるかはまだわかっていないが、国内ファンだけを相手するのではなく、できるだけ多くの人に届くような形であってほしいものだ。芸能ライター、坂上五郎、絶対にふざけないと気が済まないジェシー。